威勢のいいおいしょおいしょの掛け声とラッパの音が鳴り渡る浜松祭りです。1年間待ちに待ったこの日、浜松子たちは体に溜め込んだ情熱の全てを発散させ燃え尽きるのです。激しい鳴りの掛け声は大通りだけでなく街のあちこちから聞こえてきます。初鳴りです。初鳴りを上げた子どもの姿、辺りが夕闇に包まれるとまばゆき、この御殿舞台の始まりはタコ合戦の帰り、大八車の四隅に柱を立て、タコを屋根のようにして引いたのを、芸者衆が鐘や太鼓で囃し立てたのだと伝えられています。現在では、お囃子を奏でるのは、芸者衆ではなく、可愛い子供たち。この日に備えて、